本番は半までぐらい、半までぐらい。こんばんは。こんばんは。はい、多分30分ぐらいなのでもうお話し始めます。お話し始めますって言っても、はい、VDC マガジンの表紙が解禁されました。イエーイ。はい、解禁されました。ね、ありがたいね。空の表紙なんていつぶりだろう。本当にね、嬉しいね。詳細こちらか。待ってね、リンクをコピー。ちょっとインスタストーリーに。間違えた。あ、キノコ、キノコ。9月29日から明日買うか。まだ発売されてませんよ。ありがとう。9月29日発売。ABC マガジン。
投資解禁されました。ゆきね、インスタストーリー載せましたね、オフショットも。あって、ゆきです。あ、ほんまや。はい、来週の TBS 火曜夜7時からの、ザ・神業チャレンジに出演させていただきます。イエーイ。9月12日夜7時からです。はい、そうなんです。電車でゴー神業。あ、本当だ、予告これ私だ。これよく見たら私だ、隠れてるけど私だ。私だ、目隠しされてるけど私だった。私です、私です。そう、神業チャレンジに挑戦しました。果たしていかに、いかに、いかに、いかに。そうなんですね。公式さんで動画も上げてくださってるので、ぜひ見てください。どうだった？でもどうだったは言えないですよどうだったは言えないですよ、それはまあ、あの、なんかどうだったかはお楽しみ、来週お楽しみにです。12日でしょ、できるかな。ちょっと待って。あー、うん、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 って感じですか。まあ、うん、うん、どうかな、どうかな、ありがとう。ぜひ見てください、ぜひご覧ください、よろしくお願いします。そして私ちょっと、しばしご判断を、
しょ。お待たせしまして、お待たせされました。お待たせにお待たせされました。ちょっとごめんね。やっぱりそう、前髪が、あ、そうか、そんな時はここまでコンコンやるといいの。多分こうやってやって、気持ちが大事、気持ちが大事です、うんうん、なんで気持ちが大事だから大丈夫で、はい、ということで、はい、VDC マガジンの表紙と、あと来週の神業チャレンジ、ぜひよろしくお願いします。メールに載せちゃおう、表紙解禁されたよってね。この後も多分メール送れる時間あると思うから、そう、またメールでもいろいろ送ります。9月29日、メリットも行かず、いろいろがいろいろなんだけどな、止まるよね、そんなこともあるよね、精神で行きましょう。私最近買ったもの、あ、違う、ちょっと違う、最近買ったものはじゃん、こちらです。これは後ろがマグネットになってて、ここの机にピタッてつけて、そう、そこに袋を置いて、ちょっとゴミ袋的な感じに、簡易ゴミ袋みたいな感じにしてるんですけど、そう、あの、まあくっつけて2つこうやってねかけてるんだけど、その磁石はね結構強いです。ただまあ外す時に片っぽが一緒に多分ゴミ袋の中に入っちゃって、気がついたら1個しかなかったんですよ。だからだけどやっぱり2つでこう袋ね口開けて置いときたいから、なかなか置いてなくって、それをそう買ってきました。でも使ってたのこっちだから、ちょっとなんか形違った、買ってきました。強力です。
あらら、ご協力にされます。はい、ちょっと前髪、ちょっと気持ち、アイロンしよう。気持ちが大事、気持ちが大事ね。ちょっと違うよね。そう、多分袋の中にね、そう落ちちゃったんだと思う。出してないでね。でも3個あるから、そう、また1個までね、なくせます。そうなの、まだ大丈夫。そんな感じですね。よくやりや、そう、心強い、とっても心強いです。巻きすぎたかな。柄があるやつもあるんだ。かわいいね。とっても。それはかわいい。ちょっとさっきよりもマシになったかな。ちょっとやっぱりここへ行ってかな。よいしょ。はい、そうだね。あ、口がいつもよりコンパクト。そう、これちっちゃいサイズと大きいサイズ持っててよくわかったね。そう、しかもこれ同じやつね、大きいのとちっちゃいの合わせて3つか4つぐらい持ってる。いつもお風呂でもね、使えるやつなんですよ、これ。トリートメントの時とかに使ってる。そうで、ホテルとかでも使うから、そう、それでちっちゃいのも買ってみたいな感じです。色ね、よーく見ると微妙に大きい方が、あの、1個に2種類入ってる色が。そう、これは1個に1種類しか入ってない。よーく見たらね、ほんのり違います。ほんのりだけだけど。そう、毛穴のマッサージできるやつ、これはね、違うかな、分かんない。お風呂で使えるなんかやつ探してて買った、自分で買ったやつ、これは。わかんない、もしかしたらマッサージできるのかもしれない。でもお風呂用でいろいろ探してた。他なんかよくわかんない。なんかあんまりお風呂で、なんかそうなんだよね、お風呂で使う、使うな結構ね。お風呂入る前に溶かして、シャンプーして、2回目して、トリートメントした状態で溶いてみたいな。本当はシャンプーした後とか前とかにも溶いた方がいいらしい。髪長い方ぜひ、ぜひぜひです。
最近お風呂時間あんまりゆっくり取れてないな。最近どうしても眠たくって、今日もね朝眠るように眠ってた眠るように眠ってましたあはははは。まあでも多分気圧の変化でちょっとあれだったのかもしれない。私はね気圧の変化、でもみんなそうなのかもしれない、気圧の変化で頭痛がするっていうより、あの眠たくなっちゃう、疲れちゃうな、すごく気圧が低いと。なんか降ってきた。あ、かわいい、あんこちゃんだ。あれふちゃんだなんか、そうなんだよね、ちょっとだる重みたいな感じに なる体が。そうだから、それもあって眠たくなっちゃうから、夜朝より起きれなくなっちゃうのと、あとは夜もてか、もうなんか日中でももう、あ、風邪の引き始めまではいかないけど、それぐらいのなんかちょっと体のだるさとか、横になりたい感じみたいなのでになっちゃう。あと眠、ね、だからそれで回ってはちょっと寝たいなみたいな感じになりまし、なりまし、なりまし。そうなのね。まあでもそれはね、もしかしたらあるかもしれないけど、うんうん、まあまあ、うんうん、まあまあね、かな。無理しすぎんようにね。ありがとう、みんなもね、無理しすぎんようにね。そう、明日チキンバーガーマジ大変だ、大変楽しみじゃなくて大変だ、それは大変だ。いや、チキンバーガー食べたいけど、今年は一個までにしよう。来年いっぱい食べる、来年いっぱい食べるから、今年はもうどっかで究極のご褒美で1個食べます。本当は毎日食べたい。1日1個まで、いやそれはもう夢みたいな話だわ。そう、この期間で今期は1個までかな。来年なかった、いや来年なかったもん、じゃあ来年食べないよ、うん、偉すぎるってなんかね、そういろいろね、いろんなことに向けて、そう。でも私の分まで頑張って、みんなも察しました。あー、でも別に何があるから頑張るってわけじゃないかも、そのこれがあるからみたいな。まあでもそうだね、卒業に向けてって言ったらそれはそうなのかもしれないけど、卒業に向けてみたいなものはあるのかもしれない。綺麗なね、一番綺麗な私で卒業したいもんね。そう、うん、そう、あ、モデルさんですし、確かにモデルさんですし、あ、今週発売ですよ、アンドガール、ね、あ、待って、今日もブログがこの後書けるかな、もしワンチャンブログ書けたら書く
頑張ります。ね、アンドガールと、あ、明日のって結局出るのかな、私ら、まあ、一応入れとこう。あとアンドガールでしょ、鉄音でしょ、あとなんかある、ユミカツ、今週のユミカツなんかある、7日アンドガール発売、9日ラジオ、あ、瀬戸チャレ、あ、ありがとう。もうみんなの方が読み勝つ、マジで。これも7日だよね。え、これはどうしよう、え、これはどうしよう、ど、何日の0時15分にしたらいい、木曜日の、どうしたらいい、節チャレっていつ書い、いつに書いたらいいの、7日の24時にしといたらいい、7日の24時にしといたら7日だよね、わかんないよね、7日の24時だもんね、ごめんね、先週多分私木曜日の0時で書いちゃってたと思うけどね、7日の深夜、7日の24時で書きたいと思います、よろしくお願いします。はい、それでは終わります。ありがとうございました。明日もし配信に出るのであればそちらで会いましょう。よろです。ありがとう。急に、あ、でもね、さっきはね、30分で終わりますって言ってたから、そう、ありがとうございました。また13位、うらしゃんさん、ありがとうございます。12位、神戸のとしさん、ありがとうございます。11位、こばっちさん、ありがとうございます。9位、ナットさん、ありがとうございます。8位、銀色金魚さん、ありがとうございます。7位、ヒーロさん、ありがとうございます。6位、イーさん、ありがとうございます。5位、山猫坊主さん、ありがとうございます。4位、ヒロピンさん、ありがとうございます。3位、スクナングーさん、卒業コンサートでもカメコしたいね。おお、いいね、いいね、あるかな、カメコ好き、どうなんだろう、来てみます、ありがとうございます。2位、ズッキーさん、ありがとうございます。1位、笠置さん、ありがとうございます。アメアメキノコでした、今日は、ありがとうございました。そっか、昨日から、さっき見たら昨日からなんだね、キノコ。だけど私昨日はね、朝配信しかしてないからね。そう。
そういうことだよね。だから私分かんなかったね。そうだよね、うんうん、そう。あ、星投げも今週で終わり。え、そうなの？30日までじゃなくって？そうなんだ。え、星投げって私今月末までだと思ってた。そうなんだ、みんな。じゃあさ、みんながこんなにジャンプすることない11日から。そうなんだ。そうなんだ、みんながこんなに飛ぶことはないの。コメントもさ、カウントなくなるんだっけね。確かカウントも一緒になくなるんだよね。そっか、じゃあみんなが本当にこのジャンプすることももう今週で終わりなのか。獲得したギフトは飛んで投げるんじゃん。もちろんさ、みんながギフトくれるときはさ飛ぶけどさ、そんなみんなさ1日に 99×5 個も私にギフトは投げないでしょ。その超絶イベントがない限りそんな切羽詰まって飛ばないでしょ切羽詰まってね。そうだからね。あ、そうだ、私メロン2つもらえるんだよね、結局それで終わったよね。2位だったんだよね、確か最後までだね。ありがとうございます。改めてお礼言ってなかった、ありがとうございます。嬉しい、フルーツいっぱい食べます。誰かとシェアしてもよし。そうだね、それかもしかしたらなんかメロンがもらえるんじゃなくってこう果物と交換できるなんかチケットがもらえるかもしれないけど、そこは分かんないですよね。ってなった場合は私もなんか好きなものを頼みますはははので、また結局私が何を食べたのかはじゃあどこかで言えたらいいな。結構ね、私ね、みんな私から報告ないと思ってるだろうけど、私もねあんまりまだ頼んでないかも。まあ、期限1年ぐらいあるんだけど、だいたいああいうのって頼むのに。だけど例えばお肉って言ってもそのなんかお肉が選べちゃったりとかするので、どのお肉にしようかなみたいな感じで、そうなんかそうまだ意外と頼んでなかったりするので、そう私知らぬ間に食べてないですよ。あ、期限だけ気をつけてね、期限も気をつけます。まあでもカニは言ったよね、カニは食べました実家で、ありがとうございました。またねメロンのやつをもらったら報告します。はい、それでは今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りゆみりん。それではおやすみなさーい、バイバーイ、おやすみなさーい。